感染予防のための、一応、チェックリストというのを作ってまして、この中に換気の部分もあの、まあ、全部じゃありませんが、一部ございますので、まあ、こういうもので,です、ね、しっかり換気がやられているかどうかというものをです、ね、あの職場に関しましては対応いただくのも一つであるということで、やってないわけではございませんので、ご理解いただければというふうに思います。今今のの話でですすがもうこれはもう今ご承知のとおりですね 健康保険法は、これはまあ法定給付ですけれども、国民健康保険法においては任意給付、これはもう、なぜかというと、いろんな国民健康保険の方が、働き方の形態の方々がおられて、まあ、特に事業主っていうのはです、ね、なかなか所得というものを把握しづらいという部分があって、でそこでまあ特例的にですね、あのまあ費用者に関しては国の方もしっかりとお金を出すというような対応にしているわけであります。 まあ、あの話が戻って、大変恐縮なんですけれどもあの、費用者に比べると、なかなかですね、まあ、どういうような収入でどういうような状況なのかというか、把握しづらいということを考えると、なかなかです、ね、国がこれに対して対応するというのはあの難しいというのが、現下における答えということで、ご理解いただければありがたいと思います宮本徹君。いやですから、別にその前年の。 事業所得は分かってるわけですから、やってる自治体いくつかあるわけですよ、365で前年の事業所得を割ってたり、240で割ってたり、あるいは定額で1日いくらっていうので、傷病手当出してるところもあるわけですよね、それはやりようはいくらでもあるんですよ、でお金がないわけでもないわけですし、やっぱり感染拡大防止だとかです、ね、国民の暮らしを守る上で、障害は一、ね、つでも取り,戻取り除いていくというのが、ね、今、本当に私は必要なことだと思いますよ。 あともう一点、資料の最後のページに、これも分科会で出されていた資料ですけれども、外国人コミュニティと見えないクラスターをどう対策するのかという中で、熱があっても手持ちのお金がなくて受診しない例というのは指摘されているわけです。 で確定診断前の検査以外は公費負担がないため受診をためらうでさらに言えば健康保険に入っていない例も少なくないという中で、まあ、これは文科会では、えー、北区の、東京の北区の保健所長のです、ね、前田さんが、えー、あれですね、検査時医療費の自己負担免除と、これやるべきじゃないかと、外国人についてという提案もされているわけですが、この検討というのはどうなっているんですか。 商売健康局長お答えします、感染症法に基づく行政検査については、疫学調査および感染症のまん延防止の観点から行われるため、日本人か外国人かを問わず、全額公費負担となっております。なお、医療機関において保険適用で行われている検査については、健康保険法上、一部自己負担を求めることとなっております。 しかしながら、この検査も感染症法に基づく行政検査と同様の観点を有することから、検査にかかる自己負担部分は公費で負担することとしております初診療と、それからまあ再診療などについては、医師が感染症以外の疾患の可能性も含めて行う診察等の診療に要する費用であるため、ここの部分は公費負担の対象とはしておりません宮本徹君。 いやそれは知ってるんですよ、それは知っていて、その検討をしてくれっていうのは分科会でですよ、わざわざ出されていて、ここが感染拡大防止で、ね、詰まってるとこですよと指摘されていて、それは検討はどうされるんですか、大臣田村厚生労働大臣。あのまあ 国の制度として一律的にっていうのは、なかなかです、ね、自己負担部分をなくすというのは、これは健康保険法の根幹に関わってくる問題になろうというふうに思います。でありますから、まあ、あのどういう方法があるのか、まあ、国一律じゃない中において、どういうことが検討できるのかというのは、いろいろと頭は悩ますところであろうと思います宮本徹君。 いやまあ、頭を悩ましているのはあの、そこからです、ね、やっぱ進まないと、待ってあらゆる問題、本当、特例で今回やってるわけじゃないですか、やっぱりこれもです、ね、特例作って対応しないと、ね、今、入国規制の緩和、どんどんやってるわけですからね、これは本当に、ここから新たな感染拡大が起きかねないという警告として言われてるわけですから、ぜひですね。 悩みをですね、えいやっと解決する決断をしていただきたいというふうに思います、それからですね、えー、あと病院からです、ね、こんな話があってるんですけれども、えーまあ、ある病院なんですけれども、コロナ病棟はですね、えー、いっぱいになったということで、さらにもう一病棟、ハイケアユニットの病棟をです、ね、コロナ病棟にしようと。 いいうこととを考えているとただ、廃棄やユニットの病棟でやっている手術管理をです、ね、仮に一般病棟でやらなきゃいけないと、そうすると、この新たに手術管理を行うための一般病棟の体制をです、ね、夜勤も含めて厚くしなきゃいけないと、しかし、看護師さんはです、ね、もう絶対的に不足してますから、別の一般病棟を占めて、 この一般病棟の手術管理の体制のために、対応しなきゃいけないと、こうしたケースの場合は、コロナ対応の空室確保料の対象になるんでしょうか商売ば健康局長。お答えします、病床確保については、これまで第1次、第2次の補正予算で措置した新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金を活用して対応してきたところですがさらに予備費によって10月以降においても病床や宿泊療養施設を確保していくこととしていますご指摘のように新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために病床を見直し使用中止とした病床についても緊急包括支援交付金による支援の対象となります宮本徹君じゃこの場合も出るというわけでいいわけですね,ね それは確認をさせていただきましたあとですね、ちょっと残された時間が少なくなってきたんですけども、あと5分ということで、えー、少し問いを飛ばさせていただきますけども、あのコロナの対応で,です、ね、休業支援金が作られ、要件も緩和されてきたわけですけども、 えこういう例があるんですね、えー、結婚式の二次会だとか、企業パーティーの会場での貸し出しやビュッフェ、長寿救助を行っている会社で、まあ、シフト制で働いてた女性は、昨年11月から働き始めて、まあ、3月、途中から仕事がなくなったと、で会社が申請に協力しないので、事業主らは空欄で申請をしようと思っていると。ただ休業前の、えー 金属期間がです、ね、5か月だということなんですね、で今度あの、この間、要件案が緩和されたのは、えー、コロナ以前6か月、月4日以上勤務していたら、えー、これは対象になるわけですけれども、まあ、この間、条件が少し緩和されて、6か月の合間にですね、いろんな理由で、えー、1か月抜けたという場合も対応すると。えー いう方もいらっしゃるわけですよね。こういう方についてもですね。柔軟にですね。まあ、対応することが必要なんじゃないかと思いますが、大臣いかがですか、ね。田中職業安定局長。 休業支援金は事業主が労働者を休業させて、休業中に賃金が受けられない場合を対象としております。今般お示ししたのは、6ヶ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能な場合ということですが、シフト制労働者など、休業の前提となる労働契約の内容が不明瞭なケースにおきまして、一定程度雇用が常態化しており、 継続して雇用されている方と同志して差し支えないと実務上判断する枠組みとして設定をさせていただいたものです過去の勤務実績が6ヶ月未満の場合は継続して雇用されている方と同志することはできず直ちに対象とすることは困難であると考えております宮本徹君まだコロナが中ではば、まあ、ずっと働いていたであろうというのは点では変わらないわけですよねそれは なんで6ヶ月で、えー、こう、かきっと切っちゃうのかなというのがです、ね、なかなか理解できないわけです、一般的に休業手当だとか、他かのまあ休業支援金についてもです、ね、その場合、一般的には6ヶ月であろうが、何ヶ月であろうがです、ね、事業主が OK といった場合は、休業手当も払うし、休業支援金の対象にもなってるわけですよね。ところが、今回のこのケースだけです、ね、6ヶ月、絶 ななきゃいけないけと間は抜けてもいいけれどもそ、そのね、めはめがなければなきな足りないといけないっていうのは、ちょっとですね、酷なんじゃないかなというふうに思いますよ、そこはちょっと大臣、検討していただけまか、ね、田村厚生労働大臣。まあ、制度が一応6か月ということで、継続して雇用されているというようなですね、 判断のもとの話であってです、ね、まあ、間、1か月抜けてというのはいろんな理由があって抜けたわけだから、まあ、そういう意味ではあのそこはああ、まあ、ああ継続して働いているということをまあ推測できるということでまあ見れるという話であります、一方でまあ6か月届いていないというのは非常に難しいわけですけれども、ただ、事業者もです、ね、事業主も一致してです、ね、あのまあ継続雇用、 をしているんだということであれば、これは事情によっては、検討をする場面もあるというふうに思います宮本徹君。いやもちろん、事業主がサインしてくれてれば問題は起きないわけですよ。サインしてくれないからみんな困ってるわけですよね。だからそこはもう一つ考えていただきたいと思います。で最後にです、ね、これも本当、もう何回も何回も申し上げてきたことなんですけれども。 あのー、大企業の非正規の問題なんですよね、でこれからいよいよです、ねまあ、営業時間の短縮の要請ということで、また大企業の非正規の飲食で働いている方々が休業手当がもらえない事態っていうのはです、ね、生まれる危険性があるわけですよね。 例えば、串屋物語などの外食チェーンを全国展開している大企業である、富士用フードシステムは、正規には100%の休業手当を支払っているのに、非正規には全く払っていません。渋谷の串屋物語でフルタイムで働いていたシングルマザーは、シフト未作成を理由に休業手当が支払われずに、店が閉店しまい、生活に給与していると。何度も会社に誇聴金を使ってくれと言っても、あるいは労基署に訴えても、支払われない。 非正規でも1人で大学生の子供2人を育てながら生活費かけて働いてると、C5 月は社会保険料だけ取られて10万円近いマイナス、どうやって食べていけというのかと、こういう悲痛な訴えをされてるわけですよ。今まで大企業の問題はね、何度も議論してきましたけれども、また今回、飲食への影響がいくわけですよ。同じ方々がまた大変な目に、全国で会うことになるわけですよね。これはもう一度考えなきゃいけないときに来てると思いますよ。 少し考えると、検討するという答弁をいただいて終田村厚生労働大臣、申し合わせの時間が来ておりますので、答弁は簡潔に願ますあの、まあ、しっかりとですね、えー、大企業としての責任を果たしていただくように、われわれ周知を図るとともにあの、中小企業の場合はですね、えー、解雇していただかなければ、あ10分の10という、それは。あの 負担がないわけでございますので、まあ、上限の範囲でありますけれども、そういう意味の中においてです、ね、しっかりとこれを2月まで延期をするということでございますから、あの申請をいただいて、対応をさせていただきたいというふうに思っております宮本答弁は変わらずに、大変残念ですけれども、本当にです、ね、大企業の非正規の労働者、どうするのかと、こう,う与党の皆さんからも本当に声を上げていただきたい点なんですよね。 本当に困ってますよ。そのことを申し上げまして、質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。